サムの平山一旦下げるようです。レース赤馬のホームに入っていきました。先頭と後方入れ替わりました。1番三木翔太が誘導の後ろ、下げたサムの平山優太は4番手について、赤番の1コーナーのカーブに入っています。1番三木翔太マイマイ勝負、サムの平山は牽制しながら少しずつペースを上げようとしています。ジャマイの2コーナーからバックに入りました。先頭1番の三木翔太、三木がマイマイ勝負、3番平山優太は4番手、まだ動けません。ジャンは3コーナーから4コーナー入っています。先頭1番三木翔太、マイマイに踏んでいきますが、3番の平山優太、さあ4番手から仕掛けて、さあジャンの4コーナーから一気のスパートです。さあ先頭1番三木翔太、3番の平山一気の発進、1番の三木が番手にバッチリ収まりました。2番の宮原貴之3番手、佐藤はちょっと厳しい感じ、下がって5番手、2コーナーからバックに入ります。さあかまし切った3番の平山優太ですが、援護がありません。前々に踏んだ1番三木翔太が2番手にバッチリはまって、2番宮原貴之3番手、あと今のは竹内和弘の体勢で4コーナーから直線です。さあ先頭は3番車平山優太、押し切れるか、後ろから1番三木、2番宮原と突っ込んでいますが、3番平山優太押し切ってゴールです。3番平山は勝ちました。2番井野大輔が前受け、5番の塚本ルーが後ろ詰めの4番手、塚本上昇で赤馬のホームに入っています。先頭2番の井野大輔、井野が前受けでしたが、5番の塚本ルーが叩いて主導権を握っていきます。2番の井野大輔はさっと下げて4番手、足を溜めた状態でジャメの2コーナーに入っています。先頭5番車塚本龍、赤番で2番の井野を叩いて先行体制です。3番の宮下潤、6番の宝田敏弘、そして2番の井野大輔4番手ですが、さあ早くもスパートです。先頭5番車塚本龍でしたが、2番の井野が叩き返して、さあこちらが最終先行か。4番のスッサーデイコー2番手、1番の村上純喜は3番手、叩かれた塚本は3番手から、さあ下がって4番手ですが、さあもう1回いけるかどうか。1コーナーから2コーナー、先頭2番車井野大輔、井野の先行です。5番の塚本はまくりになりました。4番手、2コーナーから枠です。さあ先頭2番の井野大輔、立て直した4番手から5番、塚本がまくってくる。3番手から2番手、さあ力強く前段接近して井野をあっさり捉えました。5番車の塚本ウル直線コース、先頭はまくった5番の塚本ウル、2番の井野、4番のスッサー食い下がりますが、5番の塚本勝ちました。本格デビュー戦初戦を制しました。3番桜井敏行が前受け、5番の佐藤博人が中段3番手、2番の星名啓太が6番手から上昇して、まずは3番の桜井敏行を切って前に出ました。赤番の1コーナー、2番の星名の先制、3番桜井は一旦3番手に入って、5番の佐藤博人はここでは動かず5番手、ジャマイの2コーナーに入っています。2番の星名啓太、後ろ詰めから前々に踏んでいって、さあ5番の佐藤博人が仕掛けようとしましたが、その前に3番の桜井が行きました。桜井が2番の星名を叩いて、さあここは前々勝負、これ5番の佐藤博人が叩いて先行体制に入っています。1番の森田正人が続きましたが、3番の桜井敏行前々に踏んで中段の3番手を確保しました。2番の星名啓太は5番手で最終の1コーナーに入っています。逃げる5番車佐藤博人、佐藤の先行です。1番の森田正人2番手、3番の桜井敏行は3番手中段で足を溜め直しています。2番の星名啓太は5番手で動きません。最終3コーナー入ってきました。逃げる5番車佐藤博人、番手後ろを見る1番森田正人、余裕がありそうだ。3番手が3番桜井が踏んでくる直線コース、先頭5番車佐藤博人、番手1番森田、3番の桜井も来ますが5番の佐藤です。佐藤が押し切りました。吉田悟、後ろ攻めから3番の澤田、勢いをつけて上がっていきまして、1コーナーカーブ突っ張るか、2番の吉田悟、吉田が突っ張り気味に踏んで3番の澤田裕二、両者が踏み合う展開から7番の竹野もついてきまして、突っ張った2番の吉田悟、一方3番の澤田は中段に車を下げています。吉田が突っ張って先行、ラインの3者が先頭から3番手、3番の澤田裕二は4番手になっています。4コーナー回ってレースは最終周回、緩めたところをもう一度3番の澤田裕二仕掛けていきました。自力タイプが踏み合って1コーナーカーブへと向かっていきます。先頭突っ張り切るか、2番の吉田悟、吉田悟がどうやら突っ張り切りまして3番の澤田はいっぱいです。4番の明星春道切り替えていきますが、現在は3番でアウト、バックから3コーナーカーブへと向かっていきました。先頭2番の吉田悟、マークは7番の竹野幸信、3番手6番の伊藤文明に、4番の明星春道4番手、4コーナー回って直線です。先頭2番の吉田悟が持つかどうか、番手から7番の竹野幸信、竹野が差し切ったか、あるいは2番の吉田か。取っています7番の秋永、しかし前は突っ張るか、1番の石田、残りは2周回です。抑え切ったか、7番の秋永高人、秋永高人を抑え切っていまして、1番の石田拓磨は4番手に車を下げるか、短期の匠正信が切り替えていきまして、ラインの切れ目に入っていきそうな感じでしょうか。2
ジャンの3コーナーカーブへと入っていきます。1番の石田5番手に下げました。先頭7番の秋永隆人、赤番で抑え切って最終日は秋永先行か。石田が後方の5番手からのまくり勝負になっていきます。ホーム5番手からまくり上げて1番の石田拓磨、最終周回1コーナーカーブです。先頭7番の秋永隆人、マークは3番の米村が牽制していく。2コーナー回ってバックへと入りますが、バックでどうやらまくり切った。1番の石田拓磨がまくり切っています。追走は4番の山田圭司、そして5番の高井慎太郎、中部の3人がそっくり引き切りました。そして3番の米丸、直線コースに向いてくるが、番手の4番の山田がちょっといっぱい直線コース。石田がどうやらシリーズ2勝目、2着には5番の高橋慎太郎が浮上しています。4番の徳田匠、さらには中段から3番中野優斗、近畿両機動型が上昇です。3番中野が先に切りました。4番の徳田がさらに抑えるか。中段の外目、中段内目には1番の溝口葵、2コーナー回ってバックへと向かいます。赤番で抑えたのは3番の中野優斗、中野が先行か、あるいは4番の徳田がかましてくるか。まだ3番手は並走続いています。外目4番の徳田匠、仕掛けてくるかどうか。4コーナー回って最終周回と向かいますが、このまま3番中野優斗が先行、最終周回です。マークは7番の北浦博樹、そして3番手外並走4番徳田匠、インコース1番溝口葵、2コーナー回ってバック。その2コーナー手前、3番手外から4番の徳田がまくっていく。徳田の後ろに1番の溝口葵、バックから3コーナーカーブへと向かっていく。自力両者の力比べ、先行3番中野優斗、中野先頭だ。4番徳田のまくりは現在2番手アウトコース、真後ろ1番溝口葵、直線コースへ向いてくる。先頭3番中野優斗、3番中野がどうやら突進、あとは2着争いはどうか。番手を固めます。さあ小池千秋が攻めていくそうです。議論は金先行で亀井とワンツーを決めた小池、梅田を叩いて、梅田は一旦引いていきました。3番手、それから3番の相馬武信は一気の発進を狙っているような感じ。ルーキー2人をどう料理していきますか。3番の相馬武信、さあ5番の小池がまだ流しています。そして3番手には4番の梅田和也がいて、さあ5番手から3番の相馬、まだ仕掛けはありません。体勢の方は縦一列になりました。さあ2コーナー、ここから4番の梅田和也が3番手からのまくり、3番相馬はちょっと苦しいのか、まくり切った小林悟は追えません。さあ5番の小池が懸命にその距離詰めることができるか。さあ梅田小池、この2人の同期対決、4番の梅田に軍配が上がりました。さあ3番の大越はどう攻めていきますか。自分でやるというコメントを出しておりますが、一旦切って変化技見せるかどうか。6番の鈴木が託しました。あとは5番の浅野徹、浅野が初日は彼から出たんですけれども、加藤野に叩かれているだけに、ここはどうねじ伏せていくのか。5番の浅野、この辺りしきりに1番の加藤野の動きを見ながら中段3番手から行くか。5番の浅野がここは勝負に出ます。先行勝負になりました。あとは5番手に1番の加藤の拓磨がまくりに回って早めに反撃開始となりました。逃げるのは5番の浅野徹、まくっていった1番の加藤の拓磨、スピードがいい。しかしながら7番砂川はもうここは自力でまくり上げるような格好になりました。さあ砂が捉えて逆転まであるかどうか。さあ初勝利なるか。加藤のが粘りに粘っている。さあ1番の加藤の拓磨振り切りました。金先行ライン1、2、3と地元デビュー戦を白星で飾った久保木、気分も乗っていることでしょう。3番奈良が久保木マークから、あとは6番の阿部俊光、一旦牽制を受けてもう一度出直します。あ、2番村本はここはどうでしょうか。番手攻めるのかどうか。前の方がごちゃつき始めました。このまま番手攻めるような格好になれば格好の餌食になってしまいそうな感じ。4番の久保木はチャンスを待ちます。さあ2番の村本がさて切るような格好ですが、ここは飛びつけず、久保木、それから奈良、あと6番の阿部俊光まで3人が完全にできりました。さあ体勢は消したが、そして4番手に1番の伊藤幸人、それから2番の村本慎吾という体勢になりました。先頭は4番の久保かすしげ。さあ連勝ゴールを目指してもがくもがく。番手絶好からは3番の奈良もといでありますが、久保木振り切りました。自力自在客室が
中段に控えていまして、その後後方展開からもう一社自力自在1番の渋川が上がってきます。揺さぶりをかけに上がってきました関東勢が徐々に前の方に上がってまいりまして、2番中込と並んで、これで2番の中込は下がりました。インを切りました関東勢の後ろには千葉勢が入っていき、これで千葉勢は中段キープの形です。あと2番中込健太が5番手回りより上昇をかけてジャン前2コーナー、2番車中込上昇でジャン、一気に北日本勢主導権奪っていき、1番渋川がこれで中段4番手に入る、3番高田が6番手に置かれる状態となり、残りは1周です。長い北勢が前段に立ちました。2番中込が飛ばしていき、番手マーク5番坂本、続く7番高橋と人気の北勢、そして後方から一気にまくってきた3番高田隼人、渾身のまくりを放って前段を見事捉え切った。3番高田に続いて4番石井、直線高速の2人が抜けたマッチです。3番下の1着、3番4番そして遅れて5番の坂本。4番車期待が正攻法の字です。ルーキーシリーズを経て今シリーズが本格的実戦、その初戦で1着を掴んでいます4番の期待です。4番の期待が後ろをチラッチラッと確認しています。後方展開上がってきた埼玉勢、レースは残り2周打掌周回に入りまして、埼玉勢の上昇これを阻む形、4番の期待勇気が牽制状態で後ろに戻った埼玉勢です。長い4車が先頭、2番杉浦中段キープ5番手、そして埼玉勢はここはまくりに構える形か、5番相川出ていかず2センターというところで踏み込みを開始、5番の相川匠前に進みます。4コーナー抜けていって5番車相川が一気に前を叩いた、6番の板場まで続けるか、番手で粘る形を取っている4番の北井勇気です。2番手が並走状態、そこを3番の関東聡が自力に転じてまくる、まくる3番の関東、前段を捉えていった、続いていく2番の杉浦、5番車相川3番手、4番車期待が切り替え、直線コースは3番車から4番の期待が伸びた、最後は4番の期待か。さあその関東勢が外に持ち出してじわっと持ち上げてまいります。レースは打掌周回、関東勢の先制、これをすんなりと引いていきました5番の武藤、1番の石川が乗り換え4番手中段です。前後入れ替わりまして先頭は7番橋本に代わり2コーナー通過、5番車武藤が進撃を開始してジャンというところ、先頭は難関勢に移るか、7番の橋本が内のコースついていくが、それを内を占める5番の武藤ですが、7番車橋本が突破していき、先頭に抜けたのは7番橋本と2番中山、4番の長谷川は続けず6番手です。5番の武藤が3番手中段を得ましてまくりになるかというところ、1センター過ぎ、7番橋本が逃げて続く2番の中山、5番車武藤3番手インコースついて3番高橋、アウトコースからは4番の長谷川伸びてくるか、直線コースに帰ってくれ、7番橋本先頭だ、2番車中山追い込んできて捉えました、2番中山、内7番橋本。5番の松本から上昇して、まあ1番の宮西を切りに行きます。内1番の宮西が飛びついていくのかどうか、さあ1番宮西がインコース粘っています。2番手以降が並走ですが、ここは6番西村が2番手をキープ、1番の宮西が下がって現在4番手から迎えます。流して5番の松本健と先頭、2番手6番西村直文、2番の近藤直元3番手、7番長澤和道4番手、1番宮西翼は5番手に引いて4コーナーから直線コースへ向きました。さあここで前からグッドペースアップ、5番松本健との主導権、2番手6番西村直文、2番の近藤直元3番手、7番長澤和道4番手、1番の宮西はじっと5番手を追走です。マークを3番林、4番柏村で最終バック、さあセットを飛ばしていく5番の松本健人、この2番手が6番西村直文、5番手から1番宮西踏んで直線コース、セット5番の松本、番手6番の西村が詰め寄っていきますが、並んだところでゴール、5番の松本か。
さあ、まあ2番の志田が後ろの動きをしきりに警戒しています。ここで後方5番の梶原一騎の上昇を前、2番志田が突っ張っていくのかどうか。さあ2番志田と5番の梶原が踏み合っていきますが、突っ張る2番の志田流星、アウト5番の梶原ですが、ここは突っ張って2番の志田が先頭です。そして2番手3番若原ダッシュを迎えます。3番手4番阿部が待って、それから7番の浜田が切り替えた。現在3番手のイン、4番阿部が現在4番手に下がった。6番菊池が切り替えて4コーナーから直線コースへ向きました。ここで前からもう一度ペースアップ、2番志田流星の主導権。この2番手が3番若原秀信、それから7番浜田翔一郎3番手、内を伝って4番阿部良二がもう一度4番手に入った。さあ今度は後方5番の梶原大地が踏み上げ最終バック、セットを飛ばしていく2番の志田流星です。そしてこの2番手食い下がれるか、3番の若原、あとは7番の浜田が3番手直線コース。セット2番の志田流星、2番手3番若原秀信、志田流星が圧勝でゴール。2番3番7番です。